査について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍は王都内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちは
その時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい、クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。頼むな。行くか。グラディオ、行くぞ。おいよ、お前も来いよ。うれ、巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人。おい、ノクト、上だ。よっ。よっ。なんであの人、ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか？うん。あれ、神様なんだっけ？24しな、六神の使い。へぇ。ゲンティアナってさ、人なの？いや、24神は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。ありがとな。お疲れさん。いや、
んにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルラフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブライ。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ケンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのか。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてる。お疲れさん。よろしく。の言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神のもとへ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかねえと。イリス、ノクト、魔導エンジンの音がする。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、ウリ、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえるか。
東の洞窟フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ。次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。めんどい。その調子だ、ノクト。ああ。よし、完璧。頼むな。先に行くぞ。うり。しかし。神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。ノクト、魔導エンジンの音がする。雷神の力を得たら今度は水神か。おそらくはルナフレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。それよっ。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。よっ。お墓回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は雷神を待たせているのも事実だ。一つずつこなしていこう。急いだ方が良さそうだ。いい塗料になりそうだな。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね。
ポッシオ洞窟、何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする、進めるか。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。そこ通れそうだぞ。行こう。攻めえな。よいしょっと、なんとか通れるかも。うん、息苦しくなってきたよ。静かに。行こうぜ。かがめば通れるか。頭を打つなよ。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。さてどうする。メガネ武士か。心配ない。おい、俺を殺す気か。すまない。うそ。フロント、感謝。大変光栄です。グラディオ、頼む。セリア、ナイスグラディオ。どうも。イグニスの状態が悪いぞ。しまった。軍師が前に出過ぎたか。すまなかった。危なかったな。しんど。無事で何よりだ。ん？あ？で、まだ行くの？行くぞ。調子いいじゃねえか。そうぜ。去れ。おりゃ。よっ。暗くてナイフが投げにくいな。なんかなんねえのか、この暗さ。どうしな。しつこいやつは嫌われるぜ。さてどうぞ。狭いな、剣が振りづれ。狭いから気をつけてよ。去れ。よっ。おい、悪い。うわ、くそ。おい、返事しろ。
腕が鳴るぜ。突っ走るときは一人で頼む。いちいち水差すんじゃねえよ。じゃあ暴れるか。いいな、行きよう。俺も何やってんだ。もう少し早めに終わらせたかったな。なんだ、しっかり歩けよ。行き止まりだ。おい、後ろだ。てめえ。さて。てや。終わり。いい感じだ。当然。誰を狙ってる。悪かったって。これならどうだ。行き止まりだな。そこ通れそうだぞ。行こう。したからな。引きずり込まれたんだって。うわあ！くそ！
おい、返事しろ。クソ、こっちだ。いる、絶対いる。くそ、出てこい。落ち着け。あれは自分で返せよ。
ようやく見つかったな。よかった。ノクト、頼むぜ。雷神の力、大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これ、あくまでの予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを
帝国本部に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。いっ、まだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。